こんにちは、アムスタッフの葵です。今回はアンセルム22年 AW の商品を紹介していきたいと思います。では早速着用から始めたいと思います。はい、ではまずはじめにこちらのワッフルオーバーサイズとロングスリーブ着用してみました。全体このような感じです。はい、で今僕が着用しているのがサイズは1で、お色はホワイトになっております。お色違いで、他にブラックとカーキの2色があって、でサイズ1とサイズ2の各サイズ11で点灯ございます。はい、では簡単な説明からしていきますと、近くで見ると分かるようにこのような感じの生地感になってて、凹凸があるような、ワッフル素材のロングスリーブで、すごく、オーバーサイズなロングスリーブになってます。結構ガシッとした感じのドライなタッチの素材感で、でも本当にこれからの時期インナーだったりこれで1枚だったり、すごくいろいろ活躍してくれるアイテムかなと思います。で後ろには結構定番で付けられてるようなヴィンテージのビーズがここに付けられてて、これ持ち、抜けることもできるし、こんな感じで前に垂らすこともできます。で結構この上にシャツとか羽織って、そのシャツの上にこれを垂らすっていうような着方とかいろいろすごくできるので、それも面白いんじゃないかなと思います。結構この裾とかのリブもしっかりしてるので、この辺でベルトの位置に合わせてみたり、使い方いろいろできるかなと思います。ステッチの部分なんかもちょっと切り替え変わってて、ゆったりと楽に着れることができるような一枚かなと思います。はい、でこちらお値段の方が1万7000のプラスタックスです。はい、じゃあ続いてお色違いのブラックを着用してみました。全体このような感じです。はい、でこちら先ほどのサイズ違いでサイズ2を着用しております。はい、結構やっぱり1と比べるとこの袖の長さが結構変わるのかなと思って着丈とかはそんなに変わった印象はないんですけど、なんかやっぱ袖とかあとちょっと身幅だったりがすごく大きく気持ち大きくなってるかなっていう感じにはなってて、1でだいぶオーバーサイズなので、さほどそこに誤差かなとは思うんですけど、すごく袖丈こっちの方がやっぱりルーズに見えるのかなと思います。素材的にすごく先ほど言わされてたんですけど、結構着てると伸びるんですけど、その洗濯とか乾燥とかかけると縮んで、その工程で自分に合ったようなサイズ感を見つけてもらえたらいいなっていうような、そういったようなイメージコンセプトのあるような一着になってます。なのでぜひ育てるじゃないですけど、それも楽しめるような感じの一着になってますので、ぜひお試しください。こちらもお値段変わらず1万7000円のプラスタックスです。はい、続いてお色違いのカーキを着用してみました。全体このような感じです。はい、こちらサイズは2を着用しています。先ほどの着用したブラックと同じサイズです。サイズ感は先ほどと同じような感じで、結構袖が長く作られてて、ちょっとリブで溜まってくれるような感じのものになっております。でバックにはこのヴィンテージのビーズがついててっていうようなものになっております。でこのワッフルオーバーサイズロングスリーブに関しては、3色先ほどではホワイト、ブラック、今のこのカーキ3色あって、個人的にはすごくこのカーキが好きで、T
っていうのもすごく古着とかで、まあ、例えばミリタリーとか探すときにやっぱりどうしてもすごくタイトになってしまうっていうようなサイズ感がやっぱり本当にすごくインナー向けっていうようなものが多いと思うんですけど、やっぱりこのサイズ感でそういった感じのワッフルだったり、まあ、ちょっと売り切れてしまったんですけど、サーマルの生地でロングスリーブのボロだったり、まあ、そういった1枚で着れるような感じのものを作れるのはすごくこのブランドの強さじゃないですけど面白さでもあるのかなと思ったりします。で色もすごく落ち着いた感じで一番着やすいかなと思います。はい、一応こちらお値段が17,000、同じく17,000のプラスタックスです。はい、続いてこちらのダメージヘビーワッフルオーバーサイズロングスリーブ着用をしてみました。全体このような感じです。まさか遠目から見たら先ほど着てたようなワッフルのオーバーサイズのロングスリーブなんですけど、ここ近くで見れてもらったら分かるように結構この首元からこのリブ袖口裾なんかがとてもダメージが入ってるような感じのダメージ加工が入ってるようなものになってて、でこんな感じで穴が開いてたりするような一着になっております。はい、一応お色はチャコールでサイズは一応着用しております。サイズ感的には先ほど着用してたものと変わりはないかなというふうに思ってます。で結構このすごく変わるなっていうところはやっぱりそのダメージもそうなんですけど、あとあの生地感がすごく肉厚になってて、こっちの方がこれも結構なんか触ってきてもらわないとちょっと分かりづらいのかもしれないんですけど、さっきのものより素材はコットンなんですけど、そのヘビーってついてるように本当に結構肉厚なものになっております。はい、でお色はチャコールということで、まあ、感じ的には結構あのブラック、黒が結構綺麗にフェードした感じのようなものなのかなと個人的には思って、すごく、まあ、やれた感じの黒がすごくイメージ近いのかなと思ったりします。すごくこれはおすすめです。で先ほどとちょっとお値段変わって、こちらの方が26,000円のプラスタックスで、続いてこちらのヘリンボーンオーバーベスト着用してみました。全体このような感じです。はい、でこちらお色がブラックでサイズは2を着用していて、このようなサイズ感になっております。で近くで見てもらったら分かるように、この大ぶりな感じのヘリンボーンの素材、リネンとウールを使ったベストになっております。はい、でボタンはこんな感じで3つついてて、ウッド調のボタンを採用してて、すごく雰囲気のあるようなベストになってます。はい、で前の方に2つポケットがあって、サイドの方にはこのような感じで上から開けれて下から開けれるような、まあ、ダブルジップのジップがついてて、まあ、本当に上は一番上まで締めてて下から開けてなんかスリット作ってみたり、まあ、逆にコートなんか着る際にその上からベスト着るってなればここを上の方を開けてこのゆとり動き幅を持たすようなっていうような使い方もできるのかなと。割とシーズンレスでシーン別に多く使えるような一着ベストかなと思います。はい、で一応こちらお値段の方が27,000円のプラスタックスです。はい、続いてこちらのウールリネンスリットロングシャツ着用してみました。全体このような感じです。まあ、結構着丈も身幅も
大きいオーバーサイズのロングシャツになってて、まあ、結構定番で出されてるようなロングシャツとはまた、改善されたより快適に楽に着れるような形で、なおかつインナーだったり、レイヤードだったりしやすいようなシャツになってる一枚になっております。で、細かいディティールから言っていくと、まあこんな感じでポケットがここに一つあって、本当にスリットがぶち開いてるような感じのシャツになっております。で、こちらにもアンティークビーズがついてて、こんな感じで前に垂らしてあげてもいいのかなと思います。で、ノーカラーのシャツで締めるとこんな感じです。ちょっとメタルっぽいようなボタンがついてたりとかして、すごくまあ品のあるような感じのシャツになっております。はい、一応素材がアイテム名のようにウールリネンを採用使われていて、まあ、やっぱりどうしてもリネン 100% だったりとかしてしまうと、すごくシワが目立っちゃうっていうのがあって、僕自身もすごく1枚古着でリネン 100% のものを持ってるんですけど、結構本当にシワくちゃになりやすいようなものなんですけど、これに関して、このアイテムに関しては、まあ、縦糸に綺麗なウールを採用していて、まあ、そのシワが目立たないようになってて、本当にすごく使いやすいようなシャツかなというふうに思います。なんかま近くで見てもらうと分かるように、まあ、ちょっとかすりじゃないですけど、まあ、そういった感じの雰囲気も出ててすごくかっこいい一枚かなと思います。はい、まあ、本当にインナーだったりレイヤーだったりシャツ1枚で着てもらったり、すごくいろいろな使い方あると思いますので、ぜひお試ししてみてください。はい、で、こちらお値段の方が 29,000 円のプラスタックスです。はい、続いてこちらのウールリネンプルオーバーシャツ着用してみました。全体このような感じです。で、一応まあ、先ほど着てたシャツがあるんですけど、まあ、シャツと同生地で、お色も同じ感じでブルーグレー、サイズは2を着用していて、このような感じのサイズ感になっております。はい、で、まあ、ディティールから説明しますと、ここに大きなポケットがついてて、まあ、すごくいろんなものが入るかなというふうに思います。で、まあ、リブはすごくしっかりとしたように留められてて、この裾の方にはドローコードがついてて、まあ、全部しっかり締めてもらうと、まあ、シルエット変わりで、まあ、結構長めにこの紐が垂れるようなものになっております。はい、で、最後フードの方が結構深いフードになってて、まあ、こんな感じでまあ、紐でしまってもらってっていう風にしてもいいですし、割とキャップとかとニット帽とかかぶって、その上からこのフードかぶるのもいいかなと思います。はい、で、まあ生地がウール2年で、まあ先ほど言ったようにすごくシワになりにくいっていうのが一つあって、あとはまあ結構このプルオーバー、まあ、アノラックっぽい形で、やっぱりすごくナイロンとかだったりが多いかなっていうイメージなんですけど、そこはあえてすごくウールリネンっていう大人っぽいような感じの素材感で作っているのは、すごくアンセルブらしいっていうか、そのブランドらしさっていうのがすごくあるのかなというふうに思います。なので、やっぱり結構あのそのボトムとかパンツとかもそのナイロンだったり、そういった感じのスポーティーな感じのものに比べては、いろんな合わせのパンツができたりするので、それもすごく楽しみというか、いいところの一つなのかなというふうに思います。で、こちらお値段の方が 29,000 円のプラスタックスです。続いてこちらの
ドローウィングチェックシャツ着用してみました。全体このような感じです。素材がリネン 100% のものになってて、サイズ1でカラーはナチュラルというカラーになってます。今アイテム名にもあったようにこういった感じでハンドドローウィングをプリントしているような形のものになってて、まあ、側線の太さだったり本当に人が手でやってるような川口さんっぽいような雰囲気のあるアイテムになってるのかなと思います。サイドスリットもしっかりついてて、まあ、結構かめな感じのスリットで、袖口にはこのように紐が垂れてるような感じのものになってます。やっぱりリネン特有のちょっとこのブル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 した感じの素材感、すごく着やすくてまたでもいいアイテムかなと思います。で一応こちらお値段の方が39,000円のプラスタックスです。はい、では続いてこちらのサイドスリットバーシティジャケット着用してみました。全体このような感じです。はい、で一応こちらお色はブラックでサイズは2を着用しております。でこのようなサイズ感です。でも一応そのバーシティっていうのが今調べた 何かなと思って調べたところ、代表チームっていうような意味合いで、代表チームのユニフォームっていうような感じのジャケットなのかなと思います。まあでもスタジャンには近いアイテムかなと思います。はい、でも素材が一応まあこの前身頃の方が美州で作られ有名なウールを採用されてて、まあそのメルトンで仕立てたような本当にまあすごくあったかいような生地で、まあリブもすごく肉厚な素材感で作られてて、こちらのその方なんかもこういった感じで同素材で作られてるような本当に肉厚のもので、あとはこの袖の切り替わりのとこがビーガンレザーを使用してて、まあ、フェイクレザーなんですけど、まあ、ちょっとスウェードっぽいような雰囲気のあるちょっと光沢感があるような、まあ、そういった素材になっております。で一応お色違いでこちらのお色もあって、まあ、結構こちらはこの切り替わりがすごく分かりやすいのかなというふうに思います。こちらの方も後で試着していきたいなと思います。はい、まあちょっと言い忘れてたのが、まあ、ここのサイドスリットで、まあ、前に2つポケットがあって、まあ、どこから見てもすごく形の変わる動きの出るようなものアイテムになっております。まあ、こんな感じでちょっと襟を折って着てあげてもすごく可愛いかなというふうに思います。はい、でこちらお値段の方が63,000円のプラスタックスです。はい、続いてこちらお色違いのネイビー着用してみました。全体このような感じです。まあ、結構先ほどのブラックと比べて、まあ、割と鮮やかな感じのものになってて、まあ、やっぱり見てもらったら分かるようにリブのオレンジだったり、まあ、あと先ほどちょっと見させあのこう持ってきた感じでこの切り替わりの部分、まあ、ちょっとこっちがパープル濃い紫っぽいような色のスウェードっぽい、ビーガンレザーを使ったアイテムになってます。でサイズは1を着用しております。まあ、個人的には、まあ、2より1の方が結構ジャストで着れるかなというふうに思います。まあ、肩とかは、まあ、基本ちょっと大きいサイズなんで落ちちゃうんですけど、まあ、それでも1の方がちょっと着やすいかなというふうに個人的には思います。はい、でこちらもお値段変わらず、63,000円のプラスタックスです。
はい、続いてこちらのセルビッチデニムストレート5ポケットパンツ着用してみました。全体このような感じです。まあ、アイテム名自体、まあ、なんか3種類あって、確かこのダメージがないこういった感じの加工がされているものと、このダメージ加工のものと、もう本当にジットっぽいようなものの3種類で、これはまあダメージと加工のものになっております。はい、まあシルエット的にはストレートなパンツで、まあ、のアイテム面にあったように、まあ、セルビッチ、まあ、いわゆる赤耳っていうやつがついてて、まあ、こんな感じで、だからまあ本当にスニーカーとかに合わせてもらってもいいですし、まあ、でもこのパンツのすごいところが、まあ、結構ウエスト周り部分がスラックスのパターンから引き取ってて、まあ、本当にすごく綺麗に見えるっていうのも一つで、まあ、結構これはダメージとか加工が入っちゃってるんですけど、それでもやっぱり綺麗なシルエットで見えてるので、割とジャケットとかかぶせてもらってもかっこいいと思いますし、逆に本当にちょっとストリート寄りな感じで着てもらって、まあちょっとシティっぽく履いていただいてもすごくかっこいいかなと思います。本当にこの加工なんかもこの職人さんが一つ一つやってるらしくて、まあ、本当にかっこよく経年変化も楽しめるような一本になっております。はい、でこちらパンツお値段の方が 34,000円のプラスタックスです。はい、続いてこちらのロングレングススウェットパンツ着用してみました。全体このような感じです。はい、で一応お色がホワイト、サイズは一応着用していてこのようなサイズ感です。まあ、結構レングスが長めに設定されたスウェットパンツで、結構本当に肉厚な感じのスウェットパンツになってます。ポケットもしっかり前と後ろに、まあ、全部で計4つあるようなスウェットのパンツ で、まあ、しっかりドローのウエストゴムで縛れるようなので、本当めちゃくちゃ着やすいっていうようなパンツになってます。まあ、色もホワイトなので結構いろんなものに合わせやすいかなというふうに思ってて、ちょっと光沢があるような感じのパンツになってて、もすごくいいのかなと思ったりしてます。で全体的にちょっとドレープ感が出てて、でも出過ぎてないっていうような、まあ、そのすごく絶妙なバランスの取れたスウェットパンツになっております。はい、でこちらお値段の方は 22,000円のプラスタックスです。以上で着用を終わりたいと思います。今回紹介させていただいたアイテムはオンラインサイトの方にも掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。またインスタグラムのフォロー、 YouTube のチャンネル登録、高評価の方も何卒よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。